サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は注目のデイゲームとなりました。この試合を楽しみにしていた方も多いのではないでしょうか。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、浦和レッドダイヤモンズが川崎フロンターレと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。ホームチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。攻撃的な 4-5-1 を採用してきました。中盤の守備が厚くなります。このチームはとにかくピッチ全体で相手にプレスをかけて、敵に落ち着いてパスを出させないプレーが好みですね。今日のラインナップからしていつも通りの戦法を期待できますか？そうですね、プレッシャーをかけられたチームは攻守のバランスが崩れミスが目立つようになりますからね。今日も強い圧力をかけてくるでしょう。川崎フロンターレですが、いろいろと楽しいプロモーションを仕掛けることでも有名です。思わず吹き出すような企画が多いですよね。毎年楽しみです。前半のキックオフ、まずはレッズボールです。このボールはスローイン。客席は落胆の雰囲気に染まります。スローインでゲームは再開されます。岩波拓也、阿部裕樹、杉本健佑、チャンスにできるか。ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。何かしてきそうですが、杉本ボールをドリブルで運んでいます。浦和レッズボールをうまく動かしてチャンスを狙います。このパスは読んでいました。家永明宏、家永、味方がサポートに来ます。パスを戻します。ジョアン・シミッチ、ジョアン・シミッチ、決めれば勝ち越し。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。ラインを割ってコーナーキック。ボールを入れました。ジョアン・シミッチ、ドリブルで相手を揺さぶります。レアンドロ・ダミアンだ。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。阿部裕樹、
これは見事なインターセプト。サイドへパスを出します。レアンドロ・ダミアン、ジョアン・シミッチ、川崎の攻撃です。何をしてくるのか。短いパスをつなぎ様子を伺っています。レアンドロ・ダミアン、ここからどうするのか。家長川崎フロンターレのうまいパス回し、チャンスを伺います。レアンドロ・ダミアンだ。ディフェンダーがここで食い止める。うまく読んでいましたね。これは？さあどうする。家長キロ決まった。ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。映像が来ましたね。ここでディフェンダーを突破しチャンスを作り出しました。そしてフィニッシュは強烈なミドルシュートでした。あの距離からのシュートは相当自信があるんでしょうね。前半終了です。スコアは1-0、リードは1点です。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ハーフタイム直前のゴールは試合の流れを変えました。相手に与えたショックは後半にじわじわ効いてきます。前半のキックオフ、まずはレッズボールです。決めれば勝ち越し。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。ラインを割ってコーナーキック。家長キロ決まった。ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。後半のキックオフ、今度はフロンターレボールです。サイドへ展開します。ジョアン・シミッチ、相手ボールになりました。レッツが攻めに出ます。同点ゴールが来るか。同点です。このゴールで試合は同点となります。リプレイが出ます。なんといってもこのスルーパスですね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。
パスの名手と言われるだけのことはありますね。谷口翔吾、思い通りにパスを通してきます。パスをサイドに送ります。ジョアン・シミッチ、家永昭博、パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。守備の対応が遅れているように見えますね。これはまずいパスでした。相手に渡ります。杉本健雄、カウンターアタックに入るか。狙える位置です。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。浦和の攻撃です。仕掛けてくるのか。ここから先の出しどころに苦労している様子です。杉本、ここでラインを割ってゴールキックに変わります。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。小林優、小林、川崎の攻撃です。大島亮太、ここはシュートチャンス。川崎フロンターレのうまいパス回し、チャンスを伺います。これはチームを盛り上げます。最高の時間にリードしました。残り時間はわずかですからね。最後に力を見せてくれました。リプレイを見てみましょうか。パスを回してチャンスを待っていたんですね。そしてこのフィニッシュ、ニアサイドのポスト際に決めてきました。さすが小林優といったシュートですね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。牧野智明、サポーターはホームチームに声援を送っています。サポーターが諦めていない以上はチームも諦められません。力を出してほしいですね。岩波拓也、これはいい展開です。同点に追いつく最後のチャンスになるか。ボールを運んでいます。何かしてきそうですが、杉本、ここはクロスのチャンス。阿部勇樹、試合終了です。ホームチームはこのリーグ戦に敗北を喫しました。今日はあと一歩及びませんでしたね。全体的にチャンスメイクのアイデアが足りなかったような印象がありました。大切なのは
今日の反省点を次につなげることです。次に期待しましょう。今後につながる活躍ぶりでしたね。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。前半のキックオフ、まずはレッズボールです。決めれば勝ち越し。ダイビングセーブで止めました。コースを読んでいたようですね。ラインを割ってコーナーキック。家長ヒロ決まった。ゴールだ。ゴールが決まった。リードを奪いました。レッツが攻めに出ます。同点ゴールが来るか。